はい、えー、こんにちは、そっか塾のコブです。なんか芸能人が逮捕されて、何々にメンバーっていうね、妙な故障をつけられることって多いじゃないですか。その、山口達也メンバーとか言ってるのね、今画面で出てますけども、容疑者とかじゃなくてね。で、これ古くはね、男組のこの方もメンバーとして呼ばれていたんですよ。この方です。<laughs> もう私の大好きな成田翔治さんなんですけどもね、えー、最近はあ、ジャニー北川さんのお葬式にいらっしゃった時にツイッターでその画像が久しぶりに見れたなってとこですけども、なんかミニライブとかをね、各地でちょこちょことされてるそうなんですよ。CD も結構リリースされていて、メルカリでは高値をつけてるんですけども、私もね、もう漏れなく買っているんですけども、いい曲多いですよね。で、今回の話題はもう一人ね、えー、SKE の 元メンバーというね、女性ですらメンバーというふうな呼ばれ方をしてしまってるってことなんですけども、山田、きなさん、ジュナさん。まあ、この、可愛いらしい女の子ですけども、な、なんでこれ、もう容疑者になっちゃったのか私はわからないんですけども、逮捕されちゃったみたいですね。あ、投資詐欺かなんかですか。まあ、でも SKE のね、この若い女の子が、投資詐欺グループに入っちゃうと、それはね、拡散力とか、集客力とか、販売力強かったでしょうね。 いやいや、これはな、かなりインパクト強いんじゃないですか。まあ、ということでね、えー、芸能人が逮捕されると、なんかわかんないけども、メンバーと言われる説がここに浮上したということでございます。どうもありがとうございました。